で玉置誠一監督のもと全日本少年サッカー大会を戦うフロンターレアンダー12。続いて森和也監督のもと日々トレーニングに励んでいるフロンターレアンダー13。本日は遠征中のため欠席です。続いて後藤静臣監督のもと日本クラブユースサッカー選手権や高円宮杯全日本ユースアンダー15選手権アンダー15関東ユースサッカーリーグを戦うフロンターレアンダー15。以上がフロンターレアカデミーの選手たちです。今一度大きな拍手をお願い申し上げます。それではここでアンダー10とアンダー12を代表してキャプテン宮城天選手、アンダー13と15を代表してアンダー15キャプテン田中碧選手、そしてアンダー18を代表してキャプテン脇坂康人選手からサポーターの皆さんへ挨拶を行います。まずはじめにアンダー12キャプテン宮城天選手お願いします。頑張れ。大関フロンターレアンダー12のキャプテンを務める宮城天です。近々全日本少年サッカー大会という大会があるので、その大会で絶対に優勝します。サポーターの皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。続いてアンダー15キャプテン田中碧選手お願いします。川崎フロンターレ U15 キャプテンの田中です。我々ジュニアレースは全国大会優勝を目標に日々練習に励んでいます。最後まで全力を尽くし、自分たちのサッカーを貫き勝利を目指して走っていきたいと思います。サポーターの皆さん、よろしくお願いします。田中キャプテン、ありがとうございました。それでは最後にアンダー18キャプテン脇坂ラスト選手お願いします。いつも温かい声援ありがとうございます。去年はプレイスリーグに降格、クラブスカート抽選敗退と迎えない結果に終わってしまいましたが、今年はプレイスリーグ1部昇格、クラブエースです。 J ユース優勝を目指して頑張ります。見てて楽しい試合をするので、ぜひ無断できない、よろしくお願いします。ありがとうございます。